はーい、こんにちはー。 スカツです。ということでね、今日もやっていきましょう。いやー、今回はね、ここにあるね、13冊の本をね、紹介しようかと思います。でここにある本は最近買ってきた単行本が主ですね。純文学作家の単行本が多いですね。めっちゃいい。僕、こういうの買うのね、めっちゃ嬉しくなってきますね。はい。まあ早速やっていきましょう。こちらになっておりますね。なかなかのメンバーじゃないですか。僕、全部も好きだなと思います。まずね、右のね、3冊紹介します。 中原まさやのニートピア2010っていうのと、伊藤聖光の鼻に挟み撃ち、あと谷崎優衣の塔の眠りの、この3冊を紹介します。こちらになっておりますね。中原まさやのね、単行本見つけられたのよかったね。中原まさやっていうのは、もうね、やばい小説しか書かない小説家で、話の筋とかも全くないんだよね。マリアンドフィフィの虐殺ソングブックとか有名ですけど、<laughs> 中原まさやもね、もう今年どんどん読みたい作家の人 ですね、あと、伊藤聖光さん、花に挟み打ち。伊藤聖光さんでね、結構最近集営書からよく出るんですよね。で、これはね、何年か前の第150回の芥川賞候補作ですね。これ一回読んでおります。めっちゃ面白いよ。びっくりするほど面白いのよ。伊藤聖光さんっていうのは、創造ラジオで野間文芸支持賞載ってんだけど、創造ラジオは実は芥川賞の候補でもあったんですね。で、その創造ラジオの次だと思うね。めっちゃいいから。これ超面白いから。あとね、谷崎優衣さんの塔の眠りを。谷崎優衣ね。 谷崎由衣はもともと文学で新人でしょうかな。を中賞してデビューして、何冊か本ありますよね。わらの王とか言って、どっかの大学の先生やっていると思いますけれども、この塔の眠りのは何年か前の、見しましょうかな。の候補かなかなってたと思いますけど、これもまた読みたい。谷崎由衣も今年一冊は咲いて読みたいね。 たくさん読みたいですね。はい、はい。続きましてね、この3冊紹介します。佐伯一美さんの渡らせっていうのと、あと桜弘さんの単語インザ a ーク、そしてリービヒレオの天狼ですね。この3冊ですね。まず佐伯一美渡らせですけれども、帯にね、伊藤聖文学賞、小説も受賞と書いてますね。伊藤聖文学賞ってね、もう亡くなっちゃった賞で、15年ぐらいかな、結構やってたと思いますけれども、僕は集めてるんですよね。 だから買ったっていう。この帯いいよね。あのね、これどっちもいいと思うんだけど、例えば右の単語インザダークってさ、帯にね、文字数めちゃくちゃ書いてるでしょ。でも左の帯ってさ、こう余白があるでしょ。こっちも良くないですか。どっちもいいと思うんだけどね。まあ、佐伯一美もね、読まなきゃいけないね。まあ、史小説作家ですね。三島賞と沼文芸新人賞は取ってんだけど、芥川賞は取らなかったね。で、あと、桜広の単語インザダークは、これ、太宰治賞受賞作ね。太宰賞といえば、筑馬書房がやっている、 公募型の新人賞になっておりますねこれめっちゃ昔に読んで、もう覚えてないんだけど、ちょっとまた読みたいと思う。太宰賞も集中的にね、一気に全部読むみたいなことしたいな。ま、だって33回しかね、この段階ではしてないから、40回も言ってないんだよね。だから、全部読もうとめばね、正直読めると思いますよ。あと、リービヒデオ天皇ね。これは僕は読んだことあります。で、これは野間文芸賞を取っておりますね。この天皇っていうのは主人公はリービヒデオなんだけど、作者が チベットに行くっってていいいう話とも良かったよなんか味わい深い感じお母さんが、なんか亡くなって、お母さんの亡くなった悲しみみたいなのがずっと書かれていて、それがとても良い。で、続きまして、3冊紹介すると、津村らき子さんの婚礼、奏礼、その他っていうのと、あと、穂坂和志2冊ね、カンバセーションピースとハレルヤですね。この2冊を紹介します。こちらになっていまして、津村らき子さんのね、婚礼、奏礼、その他は、これ文庫本 ありますね。僕は持ってますよ。つむなきく子っていうのは芥川賞作家でしたね。ポトスライムの船っていうので取ってますね。このね、右にね、来たるべき作家たちシリーズ第6弾でありますよね。このシリーズっていうのがあるんです単行本で。これ僕集めていて、僕ようやくこれで多分全部揃ったんじゃないかなと思うんだけどここですね、これですね。これが来たるべき作家シリーズって言って、これは文芸修から出した単行本のねシリーズでこれ表紙がね、これ 揃ってんですよ。これさっき買った婚礼、それ、揃ったもこれなんですよね。だからこの表紙綺麗じゃない揃えてんのあるんだね。日本のね、呪文学でこういう草書みたいな出すのいいね。今ないんだよ、こういうシリーズ。呪文学でどっかのレーベルで作って、これが日本の呪文学だみたいので売り出すね、草書、シリーズ。あったらいいと思うけどね。まあ、でもほとんどこれ文学界新人賞受賞作なんですよね。癒しい鳥とか、オブザベースボールとか、うつつうつだと とかね下のやつも全部そうです。なんでこれつぶらさんはこれ文学界新人賞じゃないのにここに入るって面白いよね。うん、これ変だよなって思うけどね。また下のこの辺とかもね読んでいこうと思う。昔本当に全部読んだが覚えてない。結構新人だからねこの辺下はねいや。これ揃って本当に良かった。であと保坂和志2冊ですけどね。これカンバセーションピースってさこれ新庁舎から出てんだけど河出文庫にもあります。保坂和志のね単行本もね 意外とないよ。文庫本とかはあるんだけどね。揃えていきたい作家ですよね。もう今年まじ読みたいな。穂坂和史ずっと通して読みたいと思うけどね。で、このハレルヤっていうのが、結構去年かな、一昨年かな。最近の本で、これ、川端康成文化賞取ってるんですよね。こことよそっていうのが収録されていると。川端康成文化賞は短編に送られる賞なので、ハレルヤという短編集の中に入っているここと予想ですよ。で、これは猫の話らしいですね。表紙にも猫写って て、保坂和志って結構猫の小説書きますよね。いや読まなきゃな、保坂和志なぁ。マジ日本文壇のね最高峰ぐらいの人だとは思います。で、あとね、二冊紹介しますけど、御優柔さんのロパップンのさえずりっていうのと、金子カールさんの鳥打ちも夜更けにはですね。こちらですね。御優柔さんね、これね、見つけてよかったなと思ったロパップンのさえずりね。これ御優柔さんっていうのは台湾、そして日本、 をままたぐ作家さん越境文学とよく言われています一回、芥川賞の候補にもなったことありますが、結構単行本ね、10冊はないけど、まあ大体そんぐらいありますよね。僕もいくつか持っていて、まだ未読の作品かなりありますから、今年ちょっとね、コンプリートしていきたいと思ってるんですけどね。あと、金子薫さん、鳥打ちも夜更けには。これは僕は読みました。金子薫のね、あの単行本は全部一応読んでおります。5冊かな、ぐらい出て、去年のは ぐらいいいに新作が雑誌ででで発表されれたんすすね。れいいすね。そ早く単行化ししてととうこ金子があるっていうのは結構ね、ファンタジーのね、流れがあると思います。いずれ泉教科文学賞とか取るんじゃないやっぱその流れですよね。幻想文学の流れでしょう。帯がね、炎上等が帯書いてんですよ。炎上等の帯っていいこと書くよね、いつも。いろんな小説にね、炎上等の帯ってあるんだけど、ちょっと感動するときあるもんね。面白い って思う時ありますよねこれ最後なんですけれど、どっちもこれ、麻生かもさんっていう作家さんの本なんですね。麻生かも短編小説集、すべては一度きりっていうのと、麻生かもの伴奏者。この2冊紹介して終わります。こちらなんだけど、麻生かもってね、失礼ながらね、僕知らない作家さんだったんだけど、これなんでね、これは本買ったかっていうか、これいただいたんですね、実は。麻生さん直々に本いただきました。で、なんでかっていうと、麻生 そアソさんっていうのは出版社、個人出版社からをやっているネコノスっていう出版社やってるんですよ。作家さんでもあるし、ネコノスもやってるんですね。で、そのネコノスから今度佐川京一先生のね、終わりなき不在っていう文庫も出るんですよ。その帯をね、僕書かせていただきまして、で、そのアソさんから自身のね、本もこれ2冊いただいたんですよ。でだから僕絶対読もうと思ってるんだけど、この伴奏者っていうのはなんかドラマだとかな、映画だったかな、にもなって、 ってんですよね。このすべては一度きりは左右者っていう出版社から出てんだけど、左右者から阿蘇かも短編小説集めっちゃ出てんのよ。いや、面白そうと思ってさ、僕こういうの好きなんだよね。 意外と、ショートショートじゃないけど、なんか不思議な話いっぱい入ってますよ、みたいな。実は好きなんだよね。麻生カモのプロフィールですけどね。これ、麻生カモってさ、あ、そうかもから来てんのかな作家、広告プランナーで1971年に神戸市生まれと、大抵のことは苦手って書いてんだけど、で執筆活動を中心に広告やテレビ番組の企画制作演出を手掛けていると。主な著書に、アグニオン、猫たちの色眼鏡、伴奏者、どこでもない場所。 アザラシの人などとかあって近年同人活動も始め偉人と同人雨は5分後に止んでなどを展開中と座右の目は棚からボタン持ちと書いてるといやお世話になりますねありがとうございますいや佐川先生もね喜んでくださってたからね帯かけて本当に良かったなと思いますまた仕事ありましたらねくださいよろしくお願いしますまあ、そんな感じで今回この13冊のね本を紹介しましたいやつは十文学って感じじゃないですかこの の本買えるので、ね、マジ嬉しいですよ僕で、ね、まあ、またね本ねいろいろ買えたらね紹介しようかと思いますんでどうぞよろしくお願いしますそんな感じで今回は終わります高評価コメントチャンネル登録ねどうぞよろしくお願いしますではではつかっちゃんでしたバイバイ